武蔵小山駅にやってきまして、今日は木立さんと石川さんの2人が武蔵小山をブラブラしてお互いに知っていることをバッと言ってもらって、それに対してへーと言っていただければこうポイントとして換算していきますんで、最後にそのポイント数比べます。じゃあ行きましょうか。はい、看板木立さん、専門の業者さんいるんですよ。そういう会社の施工からデザインまで一括でやってる。モスバーガーもあれですよね、なんかマウンテンオーシャンさんの頭文字でモスですよ。そう、なんか ABC バートみたいな。かつて最強と言われた唐辛子、確か今はドラゴンブレスとかいう唐辛子が一番ギネスで辛いみたいになってましたよ。一番辛いやつは危険すぎてまだ食材に使われてないらしいですよ。すげえな、商店街の直営駐車場ってあんま聞かないですね。駐車場を作れるぐらいの予算があるのか、商店街に。井上京子の店ですね。え、プロレスラー井上京子の、あのスナックがまさにここに行ったりとか。なんかここに商店街があるんですか。すげえな、商店街いっぱいあるな。ユニークなお店が並ぶ街、井上京子の店があればね、まあユニークはそれで十分でしょう。高田道場って。あ、そうです、高田道場。あ、そうなんですか。あれも格闘家の。あ、そう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 。歯ですよ、これ花が。桜の葉、結構歯が花びらになってるのとか多いですよ。冷静に考えたら気持ち悪いですよね、歯が花びらになってる。そうですね、そうです。武蔵小山の駅はなんか歴史があるとかそういうことを看板を全然出してないですね。まあそんなことしなくても十分賑やかだから。あとでそこからまた商店街、平和通り商店街というか。これ何わかるんですモニュメント的な。あ、でもただいま故障中っていうことは回って動くんですよ、きっと。これないですもんね、こういういわゆるおもちゃ屋さんっていうのは。あー、これなんかモヤモヤサマーズだとすごい盛り上がるところだけど、今こんなもんですよ。こんなもん、おかしい。靴屋というかサンダルやっていって銭湯があって、最高じゃないですか。ここどこの駅からも遠いところなんですね。そうそうそう、階段じゃないですね、螺旋の。あ、本当だ。あ、本当だ。ダストシュートなの。ダストシュートか。下まで下ろすためなんですよ。わす、自然の中に入ると途端に何も言えることがなくなるな。あ、太陽光パネルあるじゃないですか、はいはい、7月とか8月が一番発電しそうな気がするけれども、実はそうじゃなくて5月ぐらいが一番発電率高いんですよね。あのパネルが熱持っちゃうと発電効率が下がっちゃうんで。なるほど。でそんなに暑くない5月とかぐらいが一番いい。だからあの逆に言ったら沖縄とかの方が良さそうって思ったら実はそうでもなくて、もうちょっと北の方だったりで涼しい方が発電量が高かったです。柳、はい、柳って垂れてるのは園芸種で、改良された園芸種で、こういうや河原とかに生えてるのは垂れてないそうですよ。垂れないんですか。垂れないんだって。あ、もうここ、うん、もう小山大工ですね。昔この通りは比べて小便横丁と言われてました。小便横丁って日本中にありますね。ここの通りってことですか。そうそうですよね、多分。さっきの道に戻ってきた。戻りました。もうお金出した人がすげえ出してますよ。シャレって、おしゃれなのか田舎ってなのかわかんないですよね。オリンピックスポーツっていうスポーツ用品店はありなんですか、これ。スーパーのオリンピックっていうのは日本東京オリンピックより前にオリンピックって名乗ってたからセーフっていう話じゃないですか。違ったっけ、なんかそんなんでしたね。これ東海林って書いて庄司って読むじゃないですか、はいはいはい、これなんで庄司って読むんだろうなと思って前ちょっと調べたんですよ。荘園を管理する役職が庄司っていうらしいんですけど、あの昔その林さんが、俺東の海の方から渡ってきた林だから東海林という名字を名乗るっていう、でその東海林さんが要は荘園の管理を庄司をやってたので、東海林って書いて庄司って読むようになったっていう。もともとは林由来なんですね。林フロム東の海からそう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 、ね、いいもの作りましたね、じゃあこんなに兵を生み出す、板を板板を明治安田生命っていうのが、明治生命と安田生命が合併して、はい、なってますけど、安田生命の方が会社規模でっかいから、本当は安田明治生命にならなきゃいけない順番としては。そうそうそう、その順番っていくと安田明治生命になるから会社として良くない
安田明治生命に勤めてる友達から聞きました。処女膜は、処女膜があるのは人間とモグラだけっていう。ああ、なんかうっすら聞きますね。あれって全然デマらしくて、へえ。で、しかもそのトリビアを広めたのは三島由紀夫っていう。へえ。滑覆自殺の理由の一つにその罪悪感もあるんじゃないですかね。自衛隊の上でそれ言ってたんですよ。処女膜がある動物って他にもいっぱいあるんですよ。TOC だ。あ、TOC ビルの TOC。 そう、なんか東京卸売センターで TOC ですよ。TOC ってだからもともとあの星製薬、そうそう、星新一のお父さんの星はじめが作った製薬会社がベースです。屋上にあるんですよ ね、あのお墓がガンガンガンね。へー。東洋の製薬王と言われた男ですよ。それが自分の息子にする新しい一だから新一つけつけるのすごいですよ ね。あ、なるほど。自己肯定感がすごいですね。エバラ付近の農業用水、あれですね、エバラってエゴマが有名だからエバラなんですよ。そうなんですか。エバラの茂る原ということでエバラ。焼肉のタレじゃないんですか。エバラ。武蔵小山を褒めたたえて終わりましょうか。いや、本当に武蔵小山文房具店もね、なんか何軒かあっていい街でしたよ。、はい、そうですよ ね。